心のニューメロディー,ディー強烈なシンパシーも出るからクライハイパイあー慰めてよ君にはハイライダーブンブンハロー YouTube どうも日本一のビーズマニア通称ビーザーです、えー、今日の動画ねまあタイトルとサムネ見ればわかると思うんですけどまあね明日発売4月12日が本来の発売日なんだけどまあね 前日にフラゲできましたんで、えー、今日はね、開けたいと思います。はい、これですね。いやめちゃくちゃ楽しみにしてましたよ。はい、これ。あ、こっちか。はい。ビーズのニューシングル、STARS、えー、が、えー、手に入りました。はい。でね、まあね、あの、これシングル CD なんだけど、あのー、本当に、ね、ビーズがシングル、CD で出すとあれ、もう本当に思ってなくて、まあなんでかっていうと、あの、2017年、30周年の前の年に、シングルボックス出しやがったじゃないですか。 そう。あのー、だからその点を話してから、生命スティリオアライブ。その時点でのその最新シングルのボックス出したから、あ、もうビーズってシングル出さないんじゃねみたいな。そう。いや、本当にね、あのーね、ね、出たじゃないですか。あの、トラック型のやつ。まあ、あれ、セブン限定で。で、まあ、通常販売であの、アナログレコードサイズのボックスみたいな。まあ、2種類出てたじゃないですか。そう。まあ、 あれ出すってことは、もう僕たちシングル出しませんから、もうボックス出したから、はい、もう我々はシングル CD から卒業しますみたいな感じで、まあ、我々が勝手に受け取ってたところはあると思うんだけど、まあ、それ以降の、その2017年以降は、あのー、ね、シングル CD 出さなかったじゃないですか。そう、まあ、ニューラブも、ええー、まあ、ハイウェックスも、そのシングル CD の曲が、一曲もないアルバムなんですよね。そう。あの、もうあの、ダイナソーまでは、まあ生命とステリアアルバイがね、今、まあ、シングル CD の曲だけど、そう、だからもう、あ、 ビーズってもう完全にアルバム主体の、えー、リリースしかしないんだな、みたいな感じで、まあ勝手に思ってたけど、ま三、あ、35周年でね、このスターズでシングル出しやがったから、え、出すんけみたいな、出すんかいみたいな感じで、すごい、まあツッコミ入れたくなったけど、まあ嬉しいですね。個人的には。もう僕はあの、CD 大好きなんで、まあ見てると、わかる通りね。僕はあの、コレクターなんで、正直あの、デジタルシングルってなんかちょっとね、物足りないというか、僕はやっぱり CD 買って並べたい派なんで、 そう。いやー、だからすごい嬉しい。うん。だからまあ、これを機会にまず今年35周年なんで、だからその手を離してから、このスターズまでのシングルボックスをね、また出してほしいですね。あの、トラック型と、あとはアナログレコード版。うん。出して。うん。あと、ハイウェックスのアナログ版出して。うん。ニューラブまで出てんのになんでハイウェックス出さないの出して。うん。まあ、ああの、ニューラブじゃなくて、えっと、ハイウェックス出すんだったら、あのー、アルバム、なんだよ、アナログの再販したしいですね。うん。 アクションとブラザーフットとザ・セブンス・ブルースが、まあ、あの、もうネットではね、もう完売してるんで、すよソールドアウトしてるから、ちょっと僕持ってないんですよね、この3枚ね。だから、あの、再販して。うん、なんかカラーバイナルとか入ってるじゃん。そう。だから特別版出して。うん、35周年版。うん。まあ、そこら辺しか期待してないんで。そう、ま、ビーズのライブとかうんちなんでセットリストがね。そう。僕ライブには全く期待してないから、まあ、こういうリリース関係で頑張って。うん。まあ、そんな感じで、ま、すごい話がね、長くなっちゃってね、前置き。早速、開けたいと思います。はい。でね、今回は、 これシングル CD、あの、2個あるんだけど、同じものを買ったわけじゃなくて、ブルーレイ版と、えっと、DVD 版を、これ2枚で。そう。で、通常版。あとなんかね、ジェンガみたいなのが入ってるなんか、そう、あの、やつが出てるんですよ。そう、何版っていうのかなスターズ版っていうかわからんけど、あれは買ってないっすね。そう。高いし、いや、ジェンガいらないから、みたいな。そう。あんでかいなんかね、木材のなんかゴミを、 なんで買わないかんのみたいな。なんか結構高いで一番高いんですよ。なんか5000、これは、その CD、あの DVD 版とブルーレバー2千0 0円ぐらいだけど、そのジェンガのやつは5000円ぐらいするのかないや、買ってられっかってね。俺ジェンガいらないからそう。あの CD が欲しいから、そう。まあそれは関係ないものはいらないんで、そう。まあジェンガ版は買ってないです。あと通常版を Amazon で買います。これはあの楽天だけど、 そう、ミキタ君の、そう、僕の友人ね、ミキタニ君の、えー、ところで買ったらこういうボックスに入ってきて。で、あの、通常版をアマゾンで、そう、あの、ベゾスのね、僕の友人のベゾスのところで買ったんだけど、ベゾスのところで買うと、メガジャケがついてくるんですけど、まあ、ベゾスで買うと、遅れるんですよね。そう、発売日当日どころか、次の日に来る、とかいうこともあるんで、まあ、遅いっすね。やっぱ外国企業はダメだねやっぱミキタニ君は最高だねああもうやっぱ国内企業にね、 やっぱりどんどんね、お金を費やしたいと思いです。はい。まあそういう感じで、もうちょっと本当に前置き長くなるんで、あ、開ける。いい加減開けます。はい。えっとね、こっちが上だから、上から開けるんですよね。で、どっちがね、ブルーレー版で、どっちが DVD がちょっとわからないんで、そう。現時点でね。そう、ちょっと開けてみてね。うわ。でね、これ、三キタニクンボックスはね、ちょっとね、結構ね、意外と、なんか開けづらいんですよね。そう。まあ、ちょっとこの、段ボールをね、切りたくないんで、ちょっとね、慎重に開けやすく。あ、でも、あ、 コツが分かった気がする。あ、もうなんか躊躇なく刀入れていいんだ。そうだ躊躇なく刀を入れたら、この上の、上のこのビニールが、まあとりあえず開くから、やっぱりこれちょっとね、手切りそうだな。なんか結構この段ボールがね、かなり鋭利なね、あの作りでね、僕昨日ちょっと段ボールの作業してて、切っちゃったんで、ちょっとね。いや、ちょっと怖いんですよ。トラウマなんですよ。昨日ちょっと切っちゃったんで。あ、開いた,開いた。いや、いいね。この楽天ボックスいいね。 この楽天ボックスでなんか再販してほしいなんか今までのアルバムのこのデザイン。そう、ダイナソーのデザインとかさ。そう。これが出始めたのが確かあの、フレンズ3からなんで、ちょ、それ以前のアルバム、このボックスに入れて、え、入れるっていうので送ってくれるなら僕全然買い直しますよ、本当に。うん。ま、リマスター版とかでやってくれるならめっちゃ嬉しいんだけど、うん。あマジかすげえ。ちょっとま、広告入ってたりとか。これは何版だ これは、えー、っと、ブルーレイ版ですね。おいいねなんかね、楽天ボックスはね、めちゃくちゃ、なんか、なんて言うんだろう、すごい、あのー、いいんですよ。あの、このボックス入ってくるのと、あとこの、特典、これチケットホルダーでしょチケットホルダーいいね。うん。チケットホルダー、ニューラブの時のやつも、ちょっと今、手元にないけど、持ってるんですけど、まあ、多分一緒のやつ。 そう。楽天で買うと、そのボックスで入ってくるのに、え、加えてこういうのが特典もつけてくれないんですよね。アマゾンでは、そのメガジャケありかなしかで選ぶんですよね。そう。いや、どうせやったらアマゾンで買うならもう無条件でメガジャケくれてもいいはずなのに。まあ、ケチいね。外局、外国企業で、しかも来るのも遅くてケチいっていうね。もうアマゾンで買うの、みんなやめた方がいいじゃん。うん。マジで。で、今回は、この CD タイプですね。 その、帯がついてる。なんか、結構初回限定版とかってさ、こんな感じだほら、スリーブに入ってくるっていうことがよくあるじゃん。そう。なんだけど、まあ、今回は、その、ね、初回限定版、この DVD、ブルーレイ版は、こういうなんか、スリーブで入ってくるかと思いきや、今回はま、普通の、そう、帯、帯がついてる。本当にシンプルな。もう、いわゆる CD の、あれですね。うん。まあ、全然嬉しいっす。はい。ま、あちょっとこっちがブルーレイ版でした。 じゃあ次、DVD 版をちょっとね、見たいですね。並べたい。早く並べたいからね。そうそう、ちょっと開けーす。いやー、今回のシングルは、まあ、目玉で言うと、まあ、新曲っていうのもあるけど、やっぱ、君の中で踊りたいの2023年バージョンこれはめちゃくちゃ気になってますよ、本当に。今までさ、だからその手を話した結構、そのライブで、比較的、 まあ、めちゃくちゃやる方じゃないけど、まあ、結構やってるじゃないですか。あの、20、あの、20周年の時の、グローリーデイズとかでもやったし、あとまあ、あの、ファイブエラーズでもやったじゃないですか。結構その、君の中、あの、だからその手を離しては割とその、やるけど、もう君の中で踊りたいとか、レディゴーランドとかさ、全然やんないじゃん、ライブでも。やんないし、そう。だから今回この、君の中で踊りたいがなんか日の目を、 浴びるんで、なんかすごい嬉しいですね。もうほんとライブでもガンガンその、オフザロックとかブレイクスルーの曲、まあ、ファーストのビーズもそうだけど、初期の曲もっとやってほしいですね。うん、なんかあそこら辺の曲を本当に育児放棄しやがるんで、ほんと勘弁してほしいよもう、本当は90年代のヒットの100万枚突破した曲とかもほん興味ないんで聞き飽きたんで、ほんと勘弁してほしいあ、やば。さっきはこんな感じで、あの、梱包されてなかったんですけど、DVD 版ちょっとね、梱包されてますね。はい、ちょっとね、 一旦おきです。いや、ちょっと、ね、せっかくならね、その、こんな梱包しなくてもよかったんだけど。いや、ブルーレイ版と DVD 版。CD シングルで、DVD、ブルーレイ版出んの初めてじゃないそう。だって前回の、あのー、なんだっけ、生命ステリアライブって CD、DVD ついてたっけついてないよね。そう。そんな感じでね、そう。いやー、ちょっとね、嬉しい。で、まあ、DVD とブルーレイの違いで言うと、このステッカーこのシールの色が違います。はい。 でどっちでまあ、僕は両方で見たいんだけど、いや、正直な、どっちでどっち開けようかな片方しか開けません。じゃあ、うんとね、ブルーなー開けましょうか。はい。いや最高だね。早くちょっと聞きたいっす。君の中で踊りたいと、あと、まあ、この新曲3曲。いやで、DVD の方には、まあ、あのー、ダークレインボーと、君の中で踊りたい、スターズの、このなんか、東京 FM ホールっていうところでやったのかなそう、なんか、あのー、今日、トレーラーみたいなのが、 YouTube であの公開されてましたけど、なんかね、まあライブ映像みたいな感じの。うん、そうそう。で、なんかファンがいるんですよね。ファンがなんか観客としてなんかいたんだけど、まあ、うん。どうでもいいね。ぶっちゃけ。うん。なんかね、あの、前に、あの、ハイウェックスと、あの、フレンズライブフレンズの DVD を2枚買った人がなんか、あの、応募券がね、入ってて、で、それを応募すると、なんか、ファンクラブライブ、その、このね、今回のこの、ミュージックビデオの撮影に加われるっていうのと、あとなんか T シャツがもらえるっていうのが、 ありましたけど、僕はあの、別にわざわざ稲葉に会いに行きたくないんで、そう。別に会いたいわけじゃないからね、僕、ビーズのあの二人にね。そう、だから僕 T シャツ応募したんですけど、見事外れました。はい。いやー、ふざけんなと思ってね。いや、これだからダメだね、ほんと。うん。僕みたいなこういうマニアを大事にせずして、なんか、クソみたいなベストバンド盛りのにわかのゴミどもを大切にするバンドなんでね。もうダメだねほんと。まあ、こういうね、クソみたいなバンドは、本当に干されてほしいね。いやー、マジで。いやー。 開けました。ちょっとね、楽しみだわ。開封いやー、開封しました。そう。で、帯。帯。で、中身。おスターズですね、もうまさに。スターズのデザインだわ。かっこいいね。そう。で、こっちがその、ブルーレイ版。はい、こんな感じ。はい、多分、版のこの、なんか、あの、デザインとか一緒だと思うんで、もう、ブルーレイ版しか開けませんよ。うん。わざわざ2個ね。 開けるのめんどくさいじゃないですか。うん。どうせお前ら買ってるでしょ。この動画見る人なんてほとんどいないから。これ見てる時点でにわかですね。うん。だって買ってる人、わざわざこんな動画見ないじゃん。と俺のし、べしゃりがね、よほど聞きたいっていうちょっと変態はまあ置いといて、まあこれ見てね、なんかビーズね、あの、なんかこれ買おうみたいなね。もうその時点で、もうにわかですね。うん、もうほんとダメだね。うん。 ま、歌詞カード、その、歌詞はちょっと見せれないです。あの、ジャスラックから苦情が来るんで、著作権物なんでね。あ著作権のためには人を殺しても構わないと思ってるだけど、もう、過激派。過激派の著作権のね、え、守派なんで、そう、もう本当にマジで。マジで、著作権を守ろう。本当に。うん。著作権も守れない奴に、女は守れないんで、そう、大切なもの守れないよ。あん。そんな感じです。いやー。いや、いいね。そう。早くちょっと、パソコンに取り込んで、今日ちょっと歯医者があるんで、そう。 歯医者に行く途中ね、そう、徒歩で行くんですけど、ちょっとこの3曲あ、4曲か、聞きたいと思いまです。はい。という感じで、はい。皆さんね、ぜひ、買いましょうはい。という感じで、日本一のビーズまで通称ビーザーのビーザー TV でした。はい。<ー> So free「生かした波はいつか来るから l ライト」「叫んだ I love you は波をとって知って